しょ。ジャバロンの新しいやつ、ちっちゃいやつで送りましたよ。ジャバロンね。いや、でもちっちゃかったな。くわえきれなかったな。おお、やばいやばいやばい。いやー。バッチリかかってんだけど。よいしょ、貸して。よいしょ。OK。釣れたぜ。いいね。よいしょ。おーはーい、なんか釣ったもんだの末釣れましたよ。こんなサイズね、こんなもう産卵終わってアフターの回復してるやつだと思いますが、こんな感じで綺麗なバスク釣れましたよ。うわ、またしてもジャバロンのちっちゃいやつね、元気なバスクが釣れますよってことで、まあノーシンカーで今日はやってみております。それとですね、今ちょっととんでもないカバーの奥でかけちゃったんですけど、まあ、Pラインの 1.5 号巻いてあるんで、結構ですねがっちりと入ったところでかかっても釣れるという感じです。こんな感じの Pラインにハイギアリールつけて、で竿はそんなにガチムチの竿じゃなくて食い込みのいいやつ使ってるんですけど、ちょっと昔の竿なんですごい丈夫です。じゃあ逃がします。はい、こんなややこしい奥におりましたよ。じゃあ引き続きバスを探していきたいと思います。はい、ということで、あのジャバロンでもう一匹釣ることができました。またですね、こちらのジャバロンネオ97、ちっちゃい方ですね、これに、水晶のガマカツのフックをつけて、でカバーをわけなんですけども、一回入れたらラインがもうスーって走ってて、でこうそれはスカッとやっちゃったんですけどね、 うまいことですね、もう一回カバーに、入れ直したんで、多分あれ同じ魚なんじゃないかなと思うんですけども、二度食いしてくれて無事に釣り上げることができました。でもう今回の時みたいにああいう込み入った状況になった時はやっぱり、Pラインあとはベイトフィネスのタックルとかでネコリグとかを打ち込んでいってっていうのでも、いいかと思うんですけども、ただベイトフィネスの場合はだいたい今8ポンドとか10ポンドっていう糸入れてるんで、 Pラインだと同じ、まあ、1号とかそれぐらいの 1.5 号とかの太さでも20ポンドとか、もうちょっとパワーがあったりしますんでね、まあ結構込み入ったところに何て言うんですかね、投げて入れていく時だとこういろんな立ち木とか障害物とかにすれて危ない場合があるんですけども、ああいった感じで結構真上から落とすような形で狙っていく時はですね、Pライン、結構強くて、であれで
もうちょっと糸を送り込んじゃうと下でぐる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 とかなって取り込みが失敗なんていうこともあるんですけどね。 P ラインの強さは信頼して、水面に頭だけ出してこう魚を保持しておくっていう感じでやれば、まあ、テンションが途中でふって抜けたりしなければ比較的ああいう感じで、取れるのかなというところで、まあちょっと込み入ったところへかかっちゃったんですけどね。あのネットもあったんで、でああいった時にトリックスターネットとかああいった自分の最近使ってるレインズの伸びる、ネットを積んでおけば、今回みたいな感じでですね、スルスルスルって伸ばして立ち木の先でかけても回収しやすいようなっていうのがあって、でああいう伸びるネット好きで使ってるんですけどね、今回はバッチリ役に立ったんじゃないかなということで、であとはこれがやっぱりノーシンカーで使ってたんですけどね、こう本当短いストロークでもグリングリン動きながら、落ちていってくれてるんで、それでたまらずバスの方も気になって食いついてしまったっていう感じではないかなっていうふうに思います。引き続きですね、亀山ダムだいぶもうハイシーズンになって、いろんなアフタースポーンの魚とか、あとはまだ今回はまだボイルは見れなかったんですけどね、徐々に、あそこら辺の回復が完了した魚から、盛んにですね浅いところで、魚を追うような感じになってくるんじゃないかなと思いますね。そしたらこれを遠くに投げてスイミングさせてくるような釣りでも、釣れるようになってくるんじゃないかな。今回結構ですね、撮ってはいたんですけど、まあ、釣れなかったんで映ってはいないんですけども、基本は投げてただ巻きでゆっくり巻いて食わないかなという釣りをずっとやってたんですけどね、なかなか釣れなくて、でまあ、沈めてゆっくりプリンプリン沈めるような、展開にしたら、ようやく釣れるようになってきたっていう感じですね。ただまあまた週末ぐらいから暖かくなって、で徐々に梅雨っぽい、ハイシーズンに突入してくるかと思いますので、ね、そしたら、ジャマのただ巻きで早く釣れるような感じにならないかななんていうふうに考えております。というわけでですね、今回はですね、カバーから、ジャバロンを使って亀山のバス釣り上げたよって、こういった動画でした。はい、釣りCoreTVでした。